1985年の話ちょっとお聞きしたい方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕球場行きましたから。あ、藤岡さんいらしたんですか。行きました、まあまあ遠い昔の話ですけど、いやいや、まあ、あの牧原君から3本ホームラン打ったってことです。すごいですよ。3連続バックスクリーンはね、皆さん。1985年阪神がリーグ優勝し日本一に輝いた年、4月17日の巨人戦でバース、掛布、岡田が3者連続でホームランを打ち、これが伝説の3連発と呼ばれ、今もなおプロ野球ファンの間で語り継がれています。バースはあまり春先打たないんですよ、うん、そのバースがその逆転スリーラン打ってくれましたので、はい、ベンチに勢いがついたのは確かなんです、はい、次のバッター私ですから待ってるんですけど、あのバースが興奮して僕の手を思い切り叩いたんですね、うん、その手の痛みってのは未だに感じてるぐらい確かに力すごいパワーだったんですよ。で僕がバッターボックス入った時に甲子園球場全体がバースなんですよね。だ仕掛けを遅らせたんですよ。で3球目か4球目のですね、槙原君のストレートをセンターへ、まあ、皆さんあの勘違いしてほしくないんですけど、僕のホームランはバックスクリーンに入ってません。バックスクリーンよりもちょっとレフト寄りに入ってるんですね。でも大阪の阪神ファンの方たちはいつかバックスクリーン3連発に変わるんですね。なるほど、これはもう阪神ファンの素晴らしいところ。本当オーケーさんなんかもうトラキチいっぱい、まずコンサートマスターもめちゃくちゃトラキチだし、あと知的クライネットの梅本さん阪神友の会に入っていた、そのサインさせていただきました。小学生時代のハッピー持っててさ、僕の時代のハッピーですよ、ね、そうです、年季が入ってました。そう、その他いっぱいいるんで今日はね気合い入れて、ぜひぜひよろしくお願いします、演奏したいと思います、はい、これから聴いていただくのはただの六甲おろしじゃないんです。あの関西フィルでトランペット吹いてた方で編曲家の方が熱狂的なタイガースファンで、六甲おろし出てくるんだけれども、それだけじゃなくてあのストーリーで戦いが始まると巨人阪神戦なんですよ。でね、で最後に9回の裏に影さんが江川から逆転ホームランを打つっていう、そういうストーリーになってる、シナリオがあるんですね。ありがとうございます。もうだから阪神が優勢かと思うと、あの影さん巨人の星ご存知？ああ聞いておりました。あの歌ご存知ですか？歌は知っております。歌えとは言わないでくださいよ。僕はどちらかというと音痴なもんですから。ま、かいやいやいや、じゃあ僕一緒に歌いましょうか。いやいやいや、やめてください。だってじゃあもうお分かりになりますよね、で出てきて、で巨人がまた点を返してって、そういうちょっとねかなりこれ芸術的に凝った作品なんで、それを説明したいと思うんで、じゃあちょっと影さんはあちらで聞いて、はい、ちょっと聞いていただいて、はい、最初はですね作曲者のね阪神に対する熱い思いが音楽になってます。それが一気につきますといよいよ巨人阪神戦で打楽器のここからスタートします。ここからが戦いです。で阪神が点を取りました。阪神が優勢かと思いきや巨人がまた点を入れるって、そこの部分を聞いていただきます。そしていよいよ9回です。掛布さんがバッターボックスに入る場面ところが入るんですけど静かなんです。甲子園球場はみんな祈ってる、お願い掛布さん打ってくれと。でその後江川との戦いが始まってホームランが入ったって時に僕左手でバッと上げますから、はい、そこがそのホームラン打ったところです、はい、そうそう。
街が見えましたね。わかりました。掛布さんと江川の戦いっていうのはもう本当に最高でしたね。ありがとうございます。では
川上はじめ編曲、まさに甲子園球場に変わりましたね。興奮してしまいました。あ、ありがとうございます。今日寝れるかな帰って音の力ってすごいですね。あ、そう言っていただけると嬉しい。今日聞いた皆さんの六甲おろしは優しくも厳しい母親の声援に感じました。わあ、素晴らしい言葉ありがとうございます、まあ、僕らの時代っていうのは鳴り物がない時代でしたので、あの甲子園球場が5万人入ると揺れると言われてたんですよ。今の音は揺れましたね。昔の甲子園球場を思い出しました。もうそこまで言っていただけると本当に揺れました。門真のルミエールホールが甲子園球場になりました。今日は、ありがとうございます。本当にありがとうございます今日僕ね、皆さん、あのリハーサルからちょっと見せていただいたんですけど、はい、小さなミスをしないやっぱり音というものを出す準備の素晴らしさを感じさせていただきました。もうそれはもう素晴らしいオーケストラですね、本当に本当にね、素晴らしい準備をしてるんです。なられたのも早かったですけれども、はい、重圧ですとかプレッシャー、そのあたりどういうふうにマネージメントされてたんですか。ね、野球のバッターって3割でも7割失敗するんですね。7割の失敗で相手のピッチャーにプレッシャーをかけられると、はい、3割が4割にも5割にも変わるんですよ。だから3割の成功よりも7割の失敗の内容を良くするバッターになりたいとは思ってました。すごいね、はい、いろんなことの人生に通じますよね。すごい哲学をやっぱり持ってらっしゃるから、まあ、そろそろ演奏の方がいいんじゃないですか。エルガーのでは威風堂々をお送りしたいと思います。とにかくね、今こういうご時世ですから、暗い世の中だから、このエルガーの威風堂々っていうのは愛と勇気の曲なんですよ。大好きです。お楽しみください。立ちました。これはお好きなんですよね。大好きなんです。甲子園球場のネクストバッターサークルからその左のバッターボックスまで歩いていくちょっとした間の時に、こう威風堂々と相手のエースとがっぷり四つに組んで、相手のウィニングショットを4番として仕留めるんだと、そういう心の準備をするのにぴったりの音楽なんですね。せっかくなので今後の抱負をちょっと伺って、今ちょっと淡路島の方でですね、あの子供のアカデミーという学校みたいなのを作るという話があったので、そういう子供に対するその野球底辺の拡大みたいなもののお役に立ってたらいいなということで、今いろいろお話を聞いております。で、淡路島で育った子供たちが甲子園代表、兵庫県代表で出てくると、そういう夢を持って子供の野球を教えていきたいなと思います、はい。こちらの夢も応援しております。ミスタータイガース掛布雅之さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に素敵な方なんですよ。熱くて優しい、それで常にポジティブでハートが熱い方だから、もう本当一緒にいるとね、元気をいただけて本当に嬉しい。本当ですね、素晴らしいゲストに本日お越しいただきました。じゃあ番組の最後